時間帯は栃木の時間帯となっています。さあ岡崎からヘニキのところ、杉山出てきた。さあゴールキーパー前に出ているが、かなり前に出てきている。さあゴールが空いている。シュートだー、決まったー、決めました。19番の服部、今シーズン初ゴールとなりました。 J2 初ゴールとなりました服部。キャプテンマークを巻いた服部が1点を返しました。栃木 SC2 対1。今のシーンどのように見ましたか。まあそうですね、まあ、ここで出なければ杉山選手が出なければいけない状況っていうのがあったと思うんですけども、はい、まあ、非常にここ冷静に流し込みましたけども、まあ、その前のロングスローの時も、はい、服部選手がかなりこう勝ってたので、杉山選手ねかなり高い位置でしたけど前に出ましたよね、はい、まあ、そこですごく嫌がってるなっていう部分もあったんですけども、まあ、ヘニック選手にも対しても行ったところで、